ルスタクの事件は、松本清張の短編小説。小説現代1971年5月号に、掲載され、1976年4月に、短編集、照明収録の一作として、文春文庫から刊行された。1972年、読者投票により、第3回小説現代読者賞に選出されている。 1996年2013年にテレビドラマ化されている。東京・足立区、西新井の栗山敏夫宅の物置で、栗山の妻、胸子の死体が発見された。萩野孝二は、栗山の友人であったが、胸子に好意を持っていた。栗山の留守中に胸子の元を訪れていたことが、露見し、萩野は、殺人の容疑者として逮捕される。 他方、捜査主任の石子警部補は、萩野が宗子を犯さなかった点、栗山の素行に問題があった点から、真犯人は、栗山だと考える。しかし、自動車セールスマンの栗山は、仕事で、東北各地を回っており、その合間を縫って、東京の宗子を殺すことは、全く不可能であるように思われた。松本成長スペシャル、ルスタクの事件。 1996年1月9日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場枠にて放映。サブタイトルは、禁断の愛の一線を超えたいとこ同士が落ちた、あり地獄。原作と異なり、胸子は、萩野のいとこの設定となっているが、これは、成長の別の短編、箱根真中の設定が組み合わせられたことによる。 また本作品は監督、島村雅都氏の遺作となった。視聴率16.8%。松本清張没後20年特別企画、ルスタクの事件。2013年4月24日、テレビ、東京系列の、水曜ミステリー9枠にて放映。ありがとうございます。